はい、どうも吉坂です。今回は新衣装のクローゼット漏れるでやっていきたいと思います。ドレスコードです。ちょっとすっけすけやん、足キッツキツやんって感じですね。バフですけども、都会の逃走術、スマートな着手、与えられた猶予、鋼の石でやっていきたいと思います。オファリングはポイントが欲しいだけで、つけてるだけなので、こんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、大門戸山のリゾートです。大門戸。背中とかね、こう見えてる感じって結構いいですよね。僕好きなんですよね、こういう感じの。早くね、新音出るの早くね。で、俺オブセッションビリーちゃん、この近くに よし、ラッキー。破滅でありますように。霊障だけはやめてくれ。破滅。回ってるんで、やばい、下手くそすぎる俺が。近いなこれ。Yeah.
やばいやばい、はいはい、これは、はいはいはい、おお、直そうとしてしまう僕。タイミングで着きましたね、今。こっち開けましょう。
うわー、最後の最後で仕事ができました。いや、 GG ですね、最後は。ナイスですね。なんだかのちゃっかりポイント1万もらって帰るっていうね。あんまり美味しい仕事してないんだけど、チェイスも全然。